グレゴリウス14世は、強行選挙を対象とした賭博に波紋を適用した、強行選挙賭博は少なくとも500年の歴史を持ち、16世紀のコンクラー倍ベに際して行われた賭博が最も古い記録として残っている。当時のイタリアでは非宗教的な選挙であれば、その結果に関して賭博が行われることはごく一般的だった。1419年には、ベネツィア共和国が、 教皇の寿命を対象にして、賭けを行うことを禁じており、この時すでに賭けられていた金についても払い戻しをさせている。その代わりこの時代には在位中の教皇に生命保険を賭ける習慣が広く見られた。教皇に金を貸している実業家が賭ける純粋な保険の時もあれば、単に思い切りの良い陶器に過ぎないこともあった。こうしたローマ法王や著名人の命に対する保険。 契約もバルセロナとジェノバではそれぞれ1435年と1467年に禁止されている。強行選挙に名を連ねる候補者たちに対する賭博として記録に残る最初の例は1503年9月のコンクラーベのものである。しかし強行選挙の歴史を研究するフレデリック・バウムガルトナーによればすでにこの種の賭博は古い習わしであった可能性がある。 1513年のレオ10世が選出されたコンクラーベをめぐる議論の中でも次のようなことが言われている。1549年から1550年のコンクラーベの時期にはローマの銀行家の多くがパパアビリたちにかけられる金額の上下限を発表している。この時の選挙の目撃者となったエンリコ・ダンドロによれば商人たちは開票状況についてよく通じており、 コンクラーベで数奇教に付き添う人間たちが賭けに協力していたのは明らかだった。それがために何万枚もの貨幣がその持ち主を変えたのだ。彼はこれを初期のインサイダー取引の例と表現している。デルモンテ数奇教ことユリウス三世は1対5の人気からスタートし、その後をサルビアティ、リドルフィ、ポールが追うという展開だった。しかし日後にはポールが対で、 人気となり、12月5日には、彼のオッズは95対100にまで上がった。12月11日には、さらに4人のフランス人数企業が候補として登場し、ポールのオッズは2対5に低下している。賭けの対象は、候補者だけではなく、1月22日には、コンクラーベが1月中に終わるという予想に9対10のオッズがついた。2月中は1対2。 3月中は1対5、終わらないという予想にも1対10がついた。1591年3月、グレゴリウス14世は、教皇選挙の期間を対象に賭博を行ったものを、この規範は、ベネディクトゥス15世の改革によって無効化されている。1875年の教皇選挙を追ったニューヨークタイムズによれば、イタリア人は皆迷信深く、 くじが大好きで大きな事件があるたびにたくさんの人が金を投じる。教皇が亡くなり新たな教皇が誕生するときにはいつも多すぎるほどのくじが買われて賭博が行われる。今日のイタリア人たちも例えようのない興奮の最中にある。様々な数字が選び出されるが、それはどれも大なり小なり、ピウス旧世の生死と関わりがあるものだ。引く。 準備の整ったくじの札から札へと毎日大金が動いている。1903年と1922年のコンクラーベに対する賭博は新聞各社に報道されている。1903年の選挙では教皇の式にオッズを設定したくじがイタリア政府から売り出されているが、もしレオ13世が亡くなるのが実際よりも1週間早かったら、 政府の損失は100万ドル以上だったと言われている。イギリスでもヨハネ・パウロ1世とヨハネ・パウロ2世が選出された選挙に対して広く賭けが行われており、ウェストミンスター大司教はカトリック教徒がこれに参加することを禁ずる必要があるとまで考えていた。アイルランド最大のブックメーカーであるパディ・パワーはヨハネ・パウロ2世が亡くなる5年前からその光景に、 関する賭博を受け付けていた。イギリスのブックメーカーであるピナクルスポーツやウィリアムヒルなどもこうした賭博を運営しており、それぞれにオッズは全く違う。2005年のコンクラーベで最終的に選出されたラッチンガー・スーキ固とベネディクト16世は12対1のオッズからスタートしたが、コンクラーベの開始時には3対1の人気となった。パディパワーの経営者、 ディビットパワーはサンピエトロ広場に出展してオッズを大声で宣伝したためコンクラーベが始まる前に警備員のテル広場から退去させられているこのコンクラーベでパディパワーは一社で38万2000ドルのベッドを引き受けディビットパワーによるとスポーツイベントでは史上最大の賭博市場が生まれたブックメーカーはすぐに ベネディクト16世紀の後継者についての賭けも受け付け始め、ピーター・タークソン数期卿が3対1の人気となった。しかしコンクラーベの時期については、悪趣味だと賭けの対象とはしなかった。強行を対象にした賭博はインターネットを利用したものが主流だが、ラスベガスで行われるような従来型のスポーツ賭博のほとんどは選挙結果についての賭けは受け付けていない。 バリーズとパリス・ラスベガスを相手に仕事をする予想屋は、カジノが強行選挙を賭けの対象にしないのはあくまで趣味の問題だと語っている。また、アメリカでは1961年の連邦通信法に基づきこうした賭博が違法であると考えられてきた。しかし、米国ではすでに、コンクラアベに対する賭けが違法とみなされることはない、可能性がある。 2011年9月20日、米国司法省はインターネットを介したあらゆる賭博が連邦通信法に抵触するというこれまでの意見を覆した。つまり通信法は通信手段を通じて州裁官で賭博を行うことを禁じているが、この賭博とはスポーツのイベントやコンテストに対する賭けのみを指すという決定を下したのである。州内でコンクラーベを 賭けの対象にすることは2012年の時点でおそらく合法であるが、仲裁官でのくじについてはまだ明らかにされていない。ありがとうございます。